カリア映劇は、かつて、愛知県カリ市にあった映画館。カリ映画劇場とも、旧称はカリア東方。1941年に開館し、2000年に閉館した。カリ市の映画館、昭和20年代のカリア映劇カリ市内にあった、大黒座カリ市内にある、カリ日劇戦前の1941年6月に、 映画専門館のカリア東宝として開館した。1953年の愛知県には195館の映画館があり、カリア市にはカリア映画劇場と大黒座の2館があった。この年のカリア映画劇場は木造2階建てであり、座席数は290席、小畜、大英、東宝、新東宝の作品を上映していた。映画期から20世紀末にかけての カリ市内では3巻の映画館が共存しており、カリ映画劇場は、東方や、小竹の作品を、大黒座は、東映や日活の作品を、カリ日劇は洋画を上映していた。カリ市が主催する成人式はカリア映劇と、大黒座が交互に会場となっていた時期もあった。1980年のカリ市には、カリ映画劇場、カリ日劇、カリ小劇場、 カリア大黒座の3施設があり、カリア映画劇場は東方と小地区の作品を上映していた。他の2施設は鉄筋作りであり、カリア映画劇場のみが木造だった。元フジテレビ所属で、アットムービー代表の映画プロデューサー、森谷武氏は山口桃江、三浦智和主演映画シリーズ等をカリア演劇でよく見ていたという。2000年下期には、 劇場版ポケットモンスター決勝等の帝王園庭、やカトリ慎吾主演のジュブナイルのヒットもあったが、同年9月9日に閉館が発表され、同月24日、ドラえもんのび太の南海大冒険の無料上映をもって営業終了。カリア東宝から通算して59年の歴史に幕を閉じた。跡地には2002年に14階建てのマンション、ユーハウス第5カリアが竣工した。 ザ・ドリフターズの何はなくとも全員集合と、勝新太郎の座頭止血煙街道が上映されていたことが確認できる。1953年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ABCDEFGH59 年の歴史に幕、狩りや映劇24日に、閉館地理にはは潔く最後の2日間はドラえもんを、 無料上映。カリアホームニュース。ABCD、全国映画館、騒乱1953年版時事通信社、1953年。ABCD 日本映画制作者連盟、配給部会、映画館、名簿1980年時事映画通信社、1979年。ABC、壁界の昭和受林社、2012年カリアに診劇。 カリア衝撃場港長期沼通り森谷武史やはりゴジラと桃江ちゃんは偉大だった映画と僕にオフィシャルブログ社長プロデュースサイバーイージェント2017年2月7日閲覧夏休みお楽しみ会上映映画ポケットモンスター熊公民館だより第24号カリシグマ公民館2000年9月1日3ページ 2018年11月24日、閲覧。ありがとうございます。